じゃあそう、それであのこれを曲ヒロさんにピアノを弾いてほしいなって言って、でちょっとこの曲は新井さんには向かない曲なんじゃないかって思った なんとなくここにいるいやギターソロ振っても大丈夫ですか。いや振んない方がいいと思う振りだね。じゃあ振りを振っちゃうよねじゃああのそんな、そんな思い出がいろいろ詰まった曲です。みんなの歌という曲です。最初じゃあイントロは俺一人でやる、うん、そうですね、ワンコーラス目から頭から入ればいいんだね。じゃあいきます、みんなの歌。タカちゃんは誰よりも走るの早い、タカちゃん給食もおかわりしてたくさん食べる、でも算数はなんだか調子が悪い、手のひら広げて数えてる。赤ちゃんカズマのベーゴマはほとんど無敵、カズマ大人が相手でも絶対負けない、でも本当の喧嘩はしたこともない、いつでもニコニコ笑ってる。ヒロ君のお絵描きは確かにうまい、ヒロ君鉛筆もナイフで上手に削る、でも大勢で仲良く遊ぶの苦手、一人で描いてるみんなの笑顔。ヒロ君ともちゃんの母さんは外国の人、ともちゃんそのせいか肌の色がちょっぴり違う、でも知らない言葉を教えてくれる、母さんのお国の素敵な言葉。ともちゃんあっちゃんは片付けが本当に下手、あっちゃん大切なものでもよくなくす、でもゲームのことなら誰にも負けない、いくつも裏技覚えてる。あちゃんゆかりんは生まれつき体が弱い、ゆかりんみんなと体育をしたこともない、でも読書の数ならクラスで一番、愉快なお話聞かせてくれる。かりんかっちゃんは父さんと二人の暮らし、かっちゃん病気で母さんはこの世にいない、でも父さんの料理も捨てたもんじゃない、かっちゃんは洗濯と掃除の当番、かっちゃんみんながみんな同じわけじゃない、みんながみんな同じはずじゃない、同じでなくたって関係ない、同じになんてなることない、みんながみんな同じわけじゃない、みんながみんな同じはずじゃない、同じでなくたって関係ない、同じになんてなることない。ヒロさん、なっちゃんのメガネは熱くて重い、なっちゃん外すと何でもぼやけるみたい、でもみんなをまとめる学級委員、誰にも優しい女の子、なっちゃん翔太はお風呂がやっぱり嫌い、翔太頭を洗うのが一番嫌だ、でもプールで潜ったりするのは平気、どんなに深くても気にしない、翔太マッシーはなんでだかお蕎麦がダメだ、マッシー
無理して食べたらかゆくなる。でもラーメンやうどんなら心配ない。どんどん食べても大丈夫。ゆうすけが好きなのは人形遊び。ゆうすけ手先は器用だし字だってうまい。でも体を動かす遊びは不得意。お昼の休みも教室の中。ゆうすけたえちゃんに階段は難しい。たえちゃん一人で登るのはなかなかできない。でも平らなとこなら問題ない。どこでもスイスイ出かけてくる。ちやっちゃんは漢字が全然読めない。やっちゃんひらがなでも時々間違える。でもどんなに寒くても表で遊ぶ。やっちゃんは風の子元気な子。やっちゃんミッチーはとにかくおしゃべりが好き。ミッチーほっとくといつまでも話は続く。でも大好きなテレビは黙って見てる。アイドルのドラマがお気に入り。ミッチーみんながみんな同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。みんながみんな同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。新井さん、キムちゃんは本当に競馬が好きだ。キムちゃん友達を集めて馬主になった。でも本命も大穴も全然取れない。キムちゃん小遣いはどんどん減るばかり。キムちゃん竹さんの仕事は惣菜屋。竹さん仕込みで毎日早起きしてる。でも売り上げはどうやら少ないらしい。今夜のおかずも残り物。たけさん西庵の酒癖は結構悪い。東北の鉛で管を巻く。でもお酒を飲まなきゃ静かで真面目。飲まなきゃ喧嘩をすることもない。西庵健さんは短気で喧嘩早い。ケンさん浮世絵みたいな背中やお尻。でも子供に優しく女に弱い。お菓子や飲み物おごってくれる。ケンさんサブちゃんはお化粧や炊事が得意。サブちゃん裁縫も上手で何でも縫える。でも恋人がいるのに結婚できない。サブちゃんのいい人は男前。サブちゃんヨネさんが育てた子供は8人。ヨネさんしわくちゃな笑顔に真っ白な髪。でもお嫁に来た頃はとびきり美人。玄関に飾られた小さな写真。ヨネさん、はい、みんながみんな同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同
字になんてなることない。みんな同じわけじゃない、みんながみんな同じはずじゃない、同じでなくたって関係ない、同じになんてなることない。みんながみんな同じわけじゃない、みんながみんな同じはずじゃない、同じでなくたって関係ない、同じになんて。なることない、ラララララ同じでなくたって心配ない、同じになんて。なることだ、ランランランラのとこばとあらいみなのとひらのとこばとひろみなのとひらのとこばみなのとひらのとこばじゃない、みなのとひらのとこばとあらいみなのとひらのとこばとひろみなのとひらのとこばみなのとひらのとこばじゃない、みなのとひらのとこばじゃない、みなのとひらのとこばじゃない、のとひらのとこばありがとうございました。どうもでした。ありがとうございます。面白かったわ、ね。7番ライトを洗い…あ、ください。ねえ、急に違うんだよ、もうおしっこしたいんだよ。飲んでもないのに、ね、だからね、もう近いんでしょ。そうそう、あの、なんだっけ、ほら、あの辛いあれとかコーヒーとか、ね、今飲んじゃった。あ、そういうことです。お水も飲んじゃったし、片酢も飲んでっけど、いつも。失礼しました。あ、本当にね、もう皆さんも長い間ね。あのヒロさんからつまんねえな入りました、はい、ありがとうございます。皆さんももうほらトイレ行きたいかもしれないから、そうです ね、じゃあ一曲ちょっと陽気なやつをねやって、終わりたいと思います。メロディーは皆さんもよく知ってる曲でございます。前を向いて歩こう、涙がこぼれたっていいんだよ、思い出す春の日、一人ぼっちじゃなかった夜。はい、いらっしゃい。涙が
ありがとう。サビ行こう。幸せは空の上になんてねえんだよ。幸せはみんなの胸の中に。前を向いて歩こう。涙が溢れたっていいじゃないか。泣きながら歩く。でもさ、一人ぼっちじゃなかったよ。感想いなじゃん。なんか来てくんねんだぞ。だから幸せに向かって歩いていくのさ。前を向いて歩こう。涙がこぼれたっていいじゃないか。思い出す死じゃなかった今日も。一人ぼっちなんてあるわけねえんだよ。一人ぼっちじゃなくてよかった。一人ぼっちじゃなかった今夜も。皆さんありがとうね。ぼっちじゃなかった稲野とひらとのとこば。ひとりぼっちじゃなかった今夜も。イエーラスト。ひとりぼっちじゃなかった。そう、四ツ谷の方行っちゃってね。2時入りで、2時にはもうここにいたんですよ、この辺に。ぐるーっと回って2時15分ぐらいになっちゃったね。で、楽器を下ろして、それもね、ヒロさんに頭から突っ込んだらダメです、バックで出ないといけないからってね。バックでこれグーッと入ってきて、この階段をね、ずっと、これ15段ぐらいある？階段ありますね。ある？15段の夜キーボード柳田博さん、ブーメランライでした。ありがとう。どうもありがとうございました。おしっこおしっこ